やっと来てくれたね。ありがとうございます。ただいまよりこの場所を借りいたしまして、石丸市長のガイドウィングをさせていただきます。安全に進めますので、しばらくお待ちください。この場をお借りしまして、石丸市長の凱旋演説を始めさせていただきます。
今日この話初めてしてるんですけど、ナイス投票っていう言葉をね、今密かに無理やり流行らせようとしてるんですけど、このナイスなんとかって不思議な響きがありますよね。でも欧米人というか英語圏って結構言うんですよ。例えばマラソンで走ってて、日本だと頑張れとかファイトって声かけますけど、向こうだとナイスランって走ってること自体を褒める。日常生活でもそうで、そのネクタイいいねとか靴かわいいねすごい褒めるんです。たときに今日のね、このパンツ、これを履いてオフィスがマンハッタンのタイムズスクエアの近くだったんですよ。で、家からキックボードで15分だったんで、キックボードでこう帰ってたら、向こうから歩いてくるニューヨーカーに、ナイスブルーパンツって言われて、なんだそれ、あ、これかって言われて、そんな思い出がニューヨークにあり、そんなところから実はナイス投票生まれてます。で、そのニューヨークから帰って日本でしばらく仕事して、今度は広島県の安芸高田市で市長を務めました。4年間。ですので自分の経歴をまとめると、経済を知り、そして行政を知っている、これが強みだと思っています。これまでの東京都知事に経済人っていないんです。文化人、学者、官僚の方ばっかりなんですね。その意味で私、島田真嗣は経済人として、経済を知る経済の専門家として初めての東京都知事を今目指しています。経済に詳しくなくても、こんだけ豊かな町になるなら、経済に詳しい人間がやったらもっと豊かにできると自信を持ってます。どうぞご期待ください。経済人としてやはり経済だと、これから経済の力を高めに蓄えないといけないという話をしています。これも皆さんも知ってる話なんですが、ここから人口が減っていくと、ほっとくとどうしても経済小国になるんです。弱くなっていくんですね。だからこそ成長戦略が必要です。で、成長戦略の要として教育への投資、これを置いてます。久しぶりになんか名前で遠くから呼んでうちのお母さんから田舎で遠くから名前で呼ぶんですなんだっけ、あ、そう、経済の話で、教育への投資なんですけど、子育て世帯への支援って思い浮かべる方多いと思うんですね。で、これももちろん大事なんです、必須なんです。でもこれだけじゃダメなんです。なぜかというと、教育を受ける側ということは与える側があるんです。そしてこちらがちゃんとレベル上がらないと、結局子どもたちはいい教育を受けられないんです。だからです、学校環境の改善、ここに力を入れようとしています。で、細かく言うと、いろいろあるんですけども、続きはウェブでYouTube にもうすでにたくさん動画上がってますし、先日3つの政策の柱、それぞれの3つのポイント、全部で5本、これを解説した収録もしているので、ぜひ YouTube で動画をチェックしてください。今日せっかく土曜日の午前にまだまだこれだけたくさんの皆さんが集まってくださったんで、これはやっぱりライブで私からメッセージを届けます。それは今回の選挙とても大事なので、ぜひ楽しんでください。いただきます。
になるのか。もう一回言うと、選挙を楽しむ。で、これはふざけてみるなんて意味じゃないんですよ。逆です。一生懸命やってみましょうという話です。私自身20歳で選挙権を得て、そこから20年ほど、まあ正直政治に期待してませんでした。一応投票にはなるべく行ってました。まあ、行ってない時もあったから。投票所の近くの掲示板ポスター見て、誰に入れればいいんだろう、誰に入れても変わらないのかな、そんな風に思ってました。つまんないな。でもふと気づいたんです。その自分がつまんないと思ってる選挙、政治を次の世代に渡すって広すぎるな。
市長、よろしくお願いいたします。はい、本当にお幸せ、将棋倒しとかならないように、順番に参りますので、石丸応援団の和田と申します。候補申しましたように、非常に大事な、ありがとうございます。選挙でございます。誰かが東京大会の 3.0 と言ってますけど、終わりまでかなり1.0 か、それぐらい、今回すごい大事なことが起きてるんです。これね、動員してないんですよ、皆さん。皆さんが自分の意思で言って、もうほぼ民主主義の勝利みたいな感じ。これが何が起こってるかというと、今までは政党で、石丸氏一切しがらみない政党に属していません。なんなら政党推薦も断ったんですけども、そういうものたちと政策行為しなければこんな都知事なんてなれなかったんですね。それができると何が起きるかというと、皆さんの力で政治が動かせる。それも特定の政党に属さない。これで政党のお金払う必要もないんですよ。党費も変な新聞刊されることもないんですよ、ね、金権政治からも脱却できる大きなチャンス。これがね、もう政治 3.0 みたいな。ブロックチェーンを分かる方は分かっていただけると思うんですけど、皆さん自身がこのネットの中でそれぞれ石丸伸二を支援していただいているこの流れが今広がっていて、実はオールドメディアの方々は全然報じてないですけど、今これが東京中、そして日本中に広がっていきます。こんだけ呼びかけないでもね、今集まっていただけているというこの実態こそがね、日本の本当に未来の夜明けだと、日本の政治が大きく変わろうとしている絶好のチャンスだと思います。そしてこんなチャンスはね、二度と起こらないかもしれないので、ぜひこのチャンスに必ず勝つ。やっぱり相手は強いです。必ず皆さんが広げていただければ必ず勝ちますので、一人でも多くの拡散をお願いしたいと思います。私も全力でね、全国のね、市長にあるいは町長にね、何しがらっていうと、早く来いよと、ぜひ呼びかけますので、勝ち目が出てきたらバン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 来てくれるかもしれないですね。一時お待ちしておりますので、まだ間に合いますので、日本の政治の夜明けだと思って、全国の市長、村長、町長にね、呼びかけたりもします。知事でもいいかな。ね、ぜひ来ていただいて、ここ、東京から日本を変えていきましょうよ。変わる大きなチャンスだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、本当に心より感謝申し上げます。もう感動します。こんなね、皆さん、政治なんてね、本当にね、面白くないんですよ、本来、今までの。でね、こんなところで国会議員がね、変わんな、なんとかなとか演説するのなんて、動員されて聞きたくないんですよ。つまらない。で、政策も大して語ってない、批判ばかり。そうじゃなくて、みんな石丸伸二の YouTube 見て、石丸伸二の政策理解してるじゃないですか。それ、政策を理解してもらえて、こうやって来ていただいて、それで投票する。これこそ、本当に民主主義。これがね、日本にね、先駆けてね、やろうとしていることで、これこそが石丸伸二がやろうとしている政治改革です。これが実現すれば間違いなく日本が変わります。本当に逆にこれを逃せばえらいことになります。もうずっともう未来が見えないです。だからぜひね、日本の未来をね、石丸伸二の向こうに感じていただいて、どうか皆さん石丸伸二の東京都知事で押し上げてください。必ず勝ちます。もう間違いなく皆さんと力を合わせれば勝てますんで、勝利しましょう。ありがとうございました。土曜日の午前、こんなにも人が集まってくださるなんて、やっぱり選挙って楽しいですね。政治ってここから楽しくなっていくと思います。大人の力を見せつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、皆さんに期待的にこのようにお集まりいただいて、日本の夜明けだと思います。どうか皆さんでね、日本を変えて、そして皆さんで日本の歴史を変えていっていきましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。引き続き一番新規